じゃあ妄想するのが好きだったら、さやかムンハヤル。そう、さやすかムンハヤル。ムンハヤル。おー、あ、春でいいのか、春。春は、妄想に、なんだろう、例えばね、あ、春だったら、例えばさ、あの、マリン先輩好きな、なんだろう、キャラクターとかありますか？例えば、あ、このキャラクターすごく好きで、このキャラクターは、あの、俺の嫁、みたいな。あ、はいはいはい、います、います。そうそうそう、それは、まあ、もちろん妄想だから、まあ、春。そう、普段は自分で、自分では言わない。例えば、あの、じゃあマリン先輩が、誰々さんが俺の嫁みたいな、そして、はいはいはい、友達がつこんで、ハル、あなたは、あ、それ妄想だろうみたいな。妄想だろみたいな。はい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 、いやこれ使えますね。え、じゃあ例えばオリーがね、船長に、マリン先輩と結婚しましたって言ってきたときは。春って言えばいいですね。そう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 ですよ。春、yes。これでこれからオリーに求婚された時、これ使えますね。春ね。いいですよ。使ってみてください。たくさん使ってみてください。使えます。じゃあ妄想を打つ。これ使っていきます。春。オッケー。春。あれですね。さやむんチャリ。チャリハルタカルン。なるほど、あ、それは使えますね。ちょっとメモしとこう。トビサヤニャニマンハヤ。